今回はですね、このファイルとアプリケーション、アプリですね、の関連付けについて、動画を作ってみたいと思います。で、今回はですね、関連付けのために、ファイルを用意したんですけれども、これは MPEG4 の、動画のファイルです。で、この動画のファイルを、左でダブルクリックすると動画プレイヤーが、初期値として、登録されています。で、その動画プレイヤーが起動しますね。ちょっと今やってみましょうか。左でダブルクリックします。そうすると今動画プレイヤーが、動画のプレイヤーですよね、動画のプレイヤー、これちょっと止めましょうか。一時ね、止めます。で、この動画プレイヤーなんですけれども、これはね、トーテムとかっていう、トーテムって読むかどうかは分かりませんけれども、とりあえずトーテムということで、この動画プレイヤーが、起動するということですよね、このトーテムが。で、これ、一応、お分かりいただけたと思うんで、終了させます。で、これを、どういうんですか、別の動画プレイヤーで起動させたいと。左クリックでね、左のダブルクリックで起動させたいというときにですね、そのときにはこれ右クリックするわけですよね。これを右クリックすると、メニューが現れますから、それで、これが動いたんですよね。動いたっていうか起動したんですよね、この動画プレイヤー。そうではなくて、VLC が起動できればいいかなと思うわけですよね。自分今のところなんですけれども。それで、VLC が起動してほしいと。絶対起動してほしいと。そういうことでですね、これをひっくり返したいということなんです。で、それは、このプロパティというところをすればいいんですけれども、最初からやりましょうか。右クリックしたまんまこうプロパティのところに持っていくもよし、右クリックしてそのまま右クリックを離したまんまでも、こう動きますので、そこでプロパティのところで、左クリックでもいいですし、で、それで開きましたプロパティの、ウィンドウっていうか、ダイアログっていうか。それで、これはタブのようになっていますから、この基本っていうところが開いているんですけれども、アクセス権、開き方、音声、ビデオっていうふうになってますね。で、この開き方を変えたいわけですから、この開き方のタブを左クリックします。そうすると、今設定されて登録されているのは動画プレイヤーが規定のアプリケーションになっていて、VLC メディアプレイヤーというのが推奨のアプリケーションになっています。で、これを変えたいわけですよね。これをひっくり返したいというかね。それで、VLC メディアプレイヤーがここで推奨のアプリケーションに登録されているのは、VLC のメディアプレイヤーを、最初にインストールしたときに、パッケージでも推奨のアプリケーションとして、登録してくれるわけですよね、パッケージの方で。そういうふうな、設定になっているんでしょう。で、それで、これに変えたいわけですから、これを左クリックします。そうすると、デフォルトの設定というのが現れます。ここの動画プレイヤーのところをもう一度クリックしてみますね。そうすると、デフォルトの設定がちょっとうっすらとなってるでしょう。これ、ここクリックしても全然なんともないんですよね。クリックしてるんですけど、クリックしても、なんともないんです。反応しないんですね。で、VLC にすると、こういうふうに黒くなって、これでもクリックできるようになります。
で、クリックしてみましょうか。デフォルトに設定する。デフォルトに。まあ、変わりましたね。変わりました。VLC メディアプレイヤーになりました。規定のアプリケーションが。これで終わりですね。これ終わりましたので、閉じます。これクリックね。左クリックです。で、それで、もう一度、この動画ファイルをクリックしてみましょうか。どうなるか分かりませんけれども、多分、VLC が起動されると思います。左のダブルクリックしてみますね。あ、起動しました。ちょっと大きいですけどね。ああ、大きくなっちゃった。こんな感じかな。まあそんな感じで、あ、ちょっと止めましょうかね。止めました。で、VLC のメディアプレイヤーが起動しました。で、これで OK なんですね。これで OK です。で、 OK なので、まあとりあえずはまあこれこっから終了することもできますし、まあこのここのところを左クリックするもよし。で、終了しました。それでですね、変えてみたんだけれども、やっぱし前の動画プレイヤーの方が良かったという場合は、これをもう一度、また、右クリックして、プロパティのところを、まあ、話すなりクリックするなりして、そしてまた開くというタブをクリックします。そして規定のアプリケーションが VLC メディアプレイヤーなにしたんだけれども、動画のプレイヤーの方がいいという場合は、こう動画プレイヤーのところでデフォルトにこの VLC の時には消えてますけどもね、透明半透明みたいになってますけども、動画プレイヤーのところにするとこう出てきますので、ここでこれをクリックします。クリックしますと、まあ、また元に戻ったということでね。それでまあ閉じれば元に戻って、そしてこれをダブルクリックするとどうなりますか。動画のプレイヤーが、あ、ちょっと止めましょうか。動画のプレイヤーが起動されるということで、まあ、関連付けの変更なんかができるということになります。まあ、そんなところでしょうかね。今回は。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。